Shook Anonymous, Anonymous. Motherless, motherless, no one will care about me. Feet are falling chair, women hurting. はい、やってまいりました。ボスのシャンラジボリューム3ということで、まあボリューム2からだいぶ期間が空きましたが、更新していきたいと思います。まあ、本日今回のオープニングアクトというかイントロはエクソ K のママの最初のケアレス、ケアレスでございます。まあ、まあ、シャンメンぐらいしかこれは聞かないからね。多分、タグヤマさんが、シャンラジボリューム3を聞くたんびに、似合ってくれることを、ちょっと楽しみにしておりますけれども。はい、ということで、やっていきましょうかね。まあ、今回は話すことがいっぱいありますよ。更新してなかった分。多いですね。とりあえず、8月の9日か。9日に、ナミエちゃんとボスとタグヤマと3人で、サマーズサマーズの公開収録に行ってまいりました。はい、そう、それでですね、まあ下半期絶好調に運の良かったボスが意地で当てましてね、20倍の倍率を抜け当選いたしまして、で都合の良かった2人を連れてとりあえず行ってきたんですが、まあ面白かったです、普通に。でそれでね、ちょこっとね、まあ、レギュラー放送もそれ分、その公開収録でやった分が入るので、まあ、見たんですけど、ほんとね、通算って言うべきなのかな、もうほんと1秒足らずですけど、まあ、最前列だったってこともあって一瞬映ってましたね、3人とも。まあ、ボスなんか偉そうにふんぞり返ってるところが映ってましたけど。まあ、そこはいいとして。あくびが止まらない。止まらない。まあ、このシャンラジも今11時41分、夜のね、に撮ってるんですが、まあ、いつも通り、やっていきますか。途中でなんか挟めるかな。エレショが挟めるかもな。エレショを挟めたら挟みますけど、挟めなかったら入れません。もう見てください、あのエレクトリックショックっていう曲を最近撮って YouTube にアップしたんですけれども、それがなかなかの、シャンメンにしては急激な再生回数を伸ばしまして、多分今、全部ある動画の中の2位か3位につけてると思うんですよね。130何回とか確か、そんな感じだったかな。さあ、ってなわけで、ああ、そうです、そうです。8月の、18日。まあ、これを20日 ?20 日に収録してるんで、まあ、2日前なんですけど、まあ、毎年恒例、ウィッソワーズということで、ディズニーランドに斜面で、また夏号で行ってきましたね。はい。まあ、みんな、今回は、ちゃんと時間に来たのが秋山っちだけで、私も、てかボスもね、ボスも、
駐車場についてはいたんだけど、降りてなくて、暑いじゃん。暑いから降りてなくて、4時15分ぐらいに着いてたんだけど、外で待つの暑いなぁと思って、いいや、着いたよって連絡があったら降りればいいやと思って、余裕ぶっこいて、車の涼しい中でポケーっとしてたら、まあ、LINE が来てて、いるよーっていうのに来てて、で、ああ、行かなきゃと思って走っててね。で、やっと見つけて、私とアキャマッチは合流ができたんだけど、タグヤマとナミエちゃんが、ナミエちゃんと外で、ゲートの前でね、クルーンの前でね、合流ができず、まあ私も人生で初めてでしたけど、中で集合ってね、中で合流っていうのをやりました。まあ、なんだかんだ言うて、アキャマッチと会うのが3ヶ月ぶりとかだったみたいなんですよね。だ多分あの時以来会ってないからさ、池袋ジョイサウンドのフェイクイットを初めて撮った日、その時ぐらいから会ってないから、だいぶぶりだったんですよね。で、もうのっけから大いにはしゃいで、はしゃいではしゃいで、はしゃいではしゃいで、もうそこで半分ぐらい体力ないよね。まだ何にも乗ってないしね。エントランスなのにね。まあそれが斜面ってとこもあるんですけど。で、まあ、あくびが入っちゃうよ。まあいいんだけど。いや、ゆるくゆるくやっていきましょうよ。それでまあ遅れること3、40分ってところで、ナミエちゃんもやっと合流ができて、で、4人揃って、ビシソワーズということで、とりあえずビッグサンダー行こうかって言って、ビッグサンダー乗りに行って、で、結局ね、3つしか乗れなかったんだよね。ってか、そんな一生懸命乗るスタイルじゃなかったかな、今回。って思います。30じゃねえや。ビッグサンダー乗って、スプラッシュ乗って、スペースマウンテン乗って、そんな感じだったかな。で、アイス食って、ポップコーン食って、そう、そんな時に、まあ、話してたんだけど、Call Me Maybe やるでしょ。この話するのも、結局ここで3回目になるんだけど、ブログでも喋っちゃったからさ。Call Me Maybe のシャンメンの動画を見ると、シャンメンの動画っつってもあれはな、みえちゃんバージョンだから、そんなに、こなれた感じじゃないんだけど、Hey, I just met you, cha cha. This is crazy, cha cha. But here's my number, cha cha. So call me maybe ってなるでしょ。それの、but、Here's my number っていうのが和訳で、これ私の番号なのみたいな感じのね、やつ。で、So call me maybe が、よかったら電話してねみたいな感じなのよ。和訳がね、らしいのね。で、まあ、意訳だから人それぞれ訳は違うんだけど、それを、シャンメンって、But here's my number! つって、マイクを、ガヤ側に向けるのよ。速攻ミンメイビーがすごいから、帰りが。で、Here's my number! つって聞いて、帰ってくる、Call Me Maybe を、その要は、オーディエンスが返してくるわけじゃん。それを、和訳でって考えたら、まあ、おかしな話になるよねっていうのをこう言っててね。だって、これ私の番号って聞いて、電話してねーつって言ってんだよ。一人の、その一連の、
会話じゃないけどさ、一連の文章の流れなのにさ、番号渡してる人と電話してねって言ってる人違う人なんでっていうお話をね、スプラッシュ並びながらしたらね、まあ、大爆笑だったんだよその時。そっからあの最後に落ちる時、写真撮る時の掛け声なんかも、これ私の番号で、ね、電話してキャーっつってもうね、ほんとね、ボスは基本的にコンタクト最近してないんで、メガネだからずーっとその登ってる途中とかに隣ナミエちゃんだったんだけど、メガネが濡れるリスクずっと言う実際もうね、どうでもいいぐらい濡れちゃったんだけど、そんな感じかな。まだスペースマウンテンはもう普通に楽しかったですね。あん中でやっぱスペースマウンテンが一番好きかな。早いし暗いしマジ本当この収録中にね、何回ねあくびするか数えといても面白いかもそうっすね、そんな感じですかね、最近のシャンメンの出来事って言ったら、まあ、その後、まあ、車で結局みんな送ってって帰ったんだけど、夜中になっちゃってさ、そんなんだ渋滞から抜けられなくて、で結局小岩のガストに晩ご飯を食べに行った時にすでにもう12時回ってたんだけど、でそっからみんな送ってて結局3時ぐらい、最後のこう送るまで3時ぐらいになって、いやーごめんね遅くなってねーとか言いながら運転してたけど、そのガストでだよ、ガストでさ、何がきっかけだったかわかんないけど、あれかな、まあ覚えてないからいいんだけど、そのそうあれですよ、スプラッシュマウンテン並んでる時にほら案内表示みたいのもさ、中国語とか韓国語じゃないけどで書いて英語とかで出てくるじゃない、このアトラクションは急上昇急降下急旋回するアトラクションですみたいなさ、気分が優れない方やご妊娠中の方みたいなさ、そういうのがこう音だけじゃなくて画面とかさ看板で違う言語で出るでしょう。それを見てこの中国語を読めないけど読んでる風に言うみたいなのを勝手に始めてさ、それをやってた多分延長だったのかな。ガスト行ってこうメニューにあるでしょう、そのメニューを一番中国語風に誰が言えるか選手権みたいなの勝手にこうボスとナミエで始めてさ、でその後ナミエがどこまで山形弁に寄せられるか選手権みたいなのやり始めて、まあ楽しかったですね。プレミアムモルツとか、なんない白桃ゼリー、白桃ゼリーとか白桃ゼリーなんとかパフェみたいなやつとか、そんなねことをこう中国語風に聞こえるようにやりましたよ。もうねその場の、ほんとその場のノリでやってるから、こう急にこれ読んでこれ読んでとか言って言われてもできない可能性があるんだよね。ただ単にほら中国語風に聞こえるだから、日本語読むわけだからイントネーションやっぱ日本語に寄っちゃうんだよね。あとスプラッシュ並んでる時がやっぱ一番楽しかったのかな。これヤギの真似ってあるじゃない、中川家の剛がやってるのをボスができるかなと思って勝手に個人的にやり始めたやつを習得しただけなんだけど、この、 あの牧場にいるヤギの鳴き声っつってバーッっていうのをやってたの。
ベーって、それをどっから出すのとか、そういう話をしてたりとか、あと何、あ、そう、まあ子離れできないタグヤママの話とか、あと本当は家の鍵を忘れたのはボスで、ボスが悪いんだけど、ボスが100ゼロで悪いんだけど、こうパパにガン切れで電話をかけてで、なんで電話出ないんだよっつって切れて、何百件も着信を残して、お前こそ携帯の意味ねえだろっつって言ってブチ切れて、お前のガラケーへし折ってやろうかとか言って言ったのに、ほら100ゼロでボスが悪いからさ、その後パパに、そもそもさ出なかったパパも悪いけど、そもそもさボスが家の鍵忘れたのが悪いんじゃないつって言われて、だよねーっていう会話をした、あの親子の会話とかね。あとこうめんどくさいお誘いとか子からさ、まあ、めんどくさくなくてもいいんだけど、こう LINE とかこうメールとか Twitter とかでさ、ねえ今何してるみたいな感じのが来たら、ん、課題やってるよとか言って、そんなこう詳しく言わないでも、え、暮らしてるって言えば完璧だよねっていう、ベストだよね実はっていう話をしたりとかね。その暮らしてるっていうのね、サマーズがよく使うんだよね。朝起きたら普通に子供が暮らしててさつって、お前の子だろとか、そういうのやってんだけどっていうお話。それでは一曲じゃあ聞いてもらえますかね。メインボーカルは女の子の歌なのに珍しくボスです。で、がやってるっていうのか踊ってるっていうのかが、ナミエちゃんとタグヤマでございます。それでは聞いていただきましょう。FX のエレクトリックショック。Stop! Never, 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 never
お聞きいただけましたでしょうか。最近の動画の中じゃ割と一番騒いでるし一番推してる動画でございました。 FX さんのエレクトリックショック、韓国のアイドルグループなんですよね。でまだ日本デビューをしてないので、てかなんか延期になっちゃったらしいね。でこの曲に関しては日本語が出てないので韓国語で歌ってますけど、そんな感じで、まあ曲も365でちょっとね終わりっぽい感じの曲が今流れてると思うんですが、へーへーへー、まあ喋り尽くしましたよ今日は。オープニング長かったね。オープニングだけで十何分あって、で前回がちょっと二階堂さんが来てたから長いんだよね。32分ぐらいなんだよねあれね。だから今回はちょっと30分以内に収めたいですけど、まあ私がどれだけ喋るかによってね変わってきますが、さあまあそんなこんなで、まあ、二階堂さんのライブもそろそろ来月再来月10月迫ってきてますからね。透明版でした、透明版ゼップツアーの。すごいなんかわけわかんない生き方するんだよね。名古屋大阪、名古屋大阪東京の順番じゃなかったね、毎週末でも東京の公演はスーパージュニアと被ってるらしいですけど、まあ頑張っていただきたいですね。二階堂さんにもまた来てほしいですけどね。うん、でぜひ今度はシャンラジにゲストでって扱いかどうかわかんないですけど、メンバーを呼びたいですよね。ここに入れてボリューム4かボリューム5はちょっと公開収録気味に撮ってみたいですよね。面白そうです。フスのシャンメンが出るかもしれない。素のシャンメンっていうか、まあ、ただのシャンメンの会話のダダ流しって感じはあるかもしれないですけど、まあやってみたらやってみたで面白いんじゃないかなと思います。じゃあここでとりあえずぶっこんどこうかな。ビールのプレミアムモルツを中国語風に言ったらっていうか、あのガストでの選手権で言った発音の仕方で言うとプレミアムモルツでしょ。プレミアムモルツ、プレミアムモルツぐらいですか。あとなんだ、なんかわさびも流行ったよね一瞬。まあわさびに聞こえる曲があるってだけなんだけど、まあそんな感じで、まあ、ボスは中国語も韓国語も英語も喋れませんけど雰囲気だったら頑張ります。ファイムはもうツアーねー。あと次回のシャンメン、今の時点では、まあ、9月の母校の文化祭か
10月にあるちょっとボスの家柄関係のちょっとした、まあ、大人の文化祭ってとこですかね、イベントみたいのにもしかしたらみんなで行くかもしれないですね。そんな感じで今回の収録は終わりなのかな。今回はまあ何も言うことないしね。あとね、今までのシャンメンの活動は言い尽くしましたからね。またまあなんだ、旅に出たいねって話もまだまだもちろんあるので、普通にね、軽井沢とかね、なみえちゃんの大好きなダダ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 大体群馬とかね行ってまあ夜通し遊んでみたいかな、遠出もしてみたいなと思いますけど、なかなか予定がね会えませんからね。まあ何の強制力もないですし、そこがいいんだよね。うん、そこがシャンメンのモットーであり唯一ある信念じゃないですけど、それぐらいの感じで、ほらもう行けないなら行けないで OK っていうのが普通ですから、予定変えりゃいいしって、そんなもんですか。ねえ、行きたいね、旅行ね、どっかね、大阪でもいいかな、行きやすそうなところ、とりあえず大阪とかさ、沖縄とかも行ってみたいね。大変だ、持たない、てか飛行機の中で静かにしてやれる自信がないよ、シャンメンなんかで乗ったら、はは。まあそんなこんなで30分以内に収まったでしょうか。エンディングトークとまではいきませんけど、こんな感じでいつも通りのシャンラージでございました。新しく動画作ったので、フェイクイットのカラオケバージョンっていうのが新しくプラスされたので、よかったらそちらも聞いてみてください。ガヤ字幕じゃなくって歌詞が入ってるので、フェイクイット自体を覚えていただければそのまんま歌えば斜面にガヤられてる気分が味わえるという新しいタイプの動画なので、今まではもう本当にガヤのね字幕を入れてたからさ、まあそんな感じで、あと20分の動画もまあ1回見るのにはあれですけど、作業するとかそういう時になったらぜひ BGM 代わりに使ってみていただきたいと思います。よし、終わりかな。うん、そんな感じでいつも通りの、まあ更新がだいぶ遅くなりましたけどね、ボスのシャンラジ、まあ楽しんでいただければ、作業用 BGM にもってこいだと思うので、よかったら1、2、3と続けて聞いていただいてもいいかなって思います。はい、とシャンメン、随時メンバー募集中でございます。よかったらツイッターなど、あのね、あれですよ、ブログとかねから連絡いただければ、ぜひとも、とりあえずね、シャンメンに参加してごらんってとこからぜひよろしくお願いいたします。怖がらなくていいですよ、ちゃんと普通な女の子たちですから、多分ね。ってなわけで、今回もありがとうございました。これにてボリューム3終了。また次回です。